はようございます。2022年2月24日木曜日朝7時です。まあ相変わらず波ないですね。天気の方は晴れ、気温の方はマイナス2度、目の前に水たまりあるんですけど凍ってます。まあ遠目見てもちょっとブレイクしているようなところが、まあそこはちょこっとやれそうだけどな、微妙ですね。本当インサイドのショアブレイクまではいかんけど、ショアブレイクに近いようなブレイクがちょこっとあるかなぐらいな、そんな感じですね。まあちょっとしばらくっていうか、もう今週もですけど、まあ、朝一は結構厳しくって、やっぱり潮が下げてきてようやくちょこっと割れるかなっていう、そんな感じだったんでね。まああんま寒いんで無理せずに行こうかなと思います。あ、ちょっとセット入ったな、やばい。波なさすぎてクソ波がやれそうに見えてしまいます。去年とかだとね、こんなに波がなかったっていうのはないんですけど、今年は本当ひどいですねっていう話をなんかこの間もしたような気がするけど、まあいっか。なんか年取ってくると同じ話を何回もしちゃうよね。もうネタがないです。もうドローンの方も最近あんまやっぱ波ないんで撮れてないんですよね。ちょっとまたサイズ上がるのを期待したいかなと思いますけど、これでまた明日ね、少し波予想の方を入れてみようかなと思いますんで、またそちらの方もお楽しみにというところで、音畑さんの朝の波状況の方を終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとう。こんなんでいいんかいね今日ね。まあいっか、波ないし鳥も飛んでるし、というわけで、いつもご覧いただいてありがとうございます。またちょっと波ないんでサボるかと思いますけど、よろしくお願いします。それではね、またよろしくお願いします。それではまた。